開始早々心配されていた風はあまり吹いていなく、うん、ナイスショー。今日はスコアが伸びるのではないでしょうか。優勝スコア5アンダー期待してます。このパー5はバーディーパー5です。うん、ナイスショー。うん、よいしょ。うん、よいしょ。瀬尾選手、バンカーを越えたフェアウェイに行き着くことができるか。バンカーの右から行きました。右から行って、やはり距離的にフェアウェイの真ん中にあるバンカーを越えることができないと判断した菅選手はバンカーの右側から攻めていきました。さあ、菅選手は果たしてどこの予定か。超えることができるか。張本選手、無事バンカーを越えたようです。グリーン行けんの？乗りはしないんですけど、うん、近くまでは行きたいと。おお、ナイスショー。グリーン近くまで行ってます。ドローがかかってグリーン方向に寄っていきます。グリーン近くまで行きます。転がすだけです。さすが桃花選手、65ヤード第3打。ちょっとダフり気味ですが、グリーン真ん中にオンです。有本選手、グリーンを直接見に行きました。寄せワンバーディーになるか。130ヤード。とか。おお、ナイスショー。1メートル以内つけております。坂井選手、マジック25ヤード第2バーディーを取りたいホールです。ちょっとオーバーしてしまいました。103メートル。瀬賀桃花選手、104メートル、下りのフックラインです。伸びない、伸びない。残念パーです。坂井選手、上りのスライスライン読み切れるか。バーディー、ナイスパー、ナイスバーディ
なんか弾かれそうで嫌じゃないよ、入れっぱなしにしとくって。あー、ピンですか。そう、近い距離だと。確かに結構強めに、強めに打つとなんかバチンとか弾かれて、確かに弾かれたことがあって、なんか去年の2次のテストで弾かれました。弾かれた。はい、1メートルぐらいのど真ん中のやつを。それやばいね。一打で落ちました。それ最低じゃない。でも、もうなんか抜くのがちょっと暑かった。めんどくさいと。5番ホールパー3、174ヤード、谷越えの、ほとんど高さはグリーンの高さはティーグラウンドと一緒です。フォローです。ピンの右に向かって飛んでます。よいしょ。ちょっと引っ掛け気味、グリーン左ラフ。これはスライスがピンに向かってますが、ショートでした。あ、かなりショートです。アクロバット落ちてきてしまいました。ピンの右に向かって、ナイスオン。ナイスオンでした。最悪15ヤード、パーセーブなるか。ちょっと瀬尾選手ショート約1メートル50センチ残ってしまいました。さあ両選手10ヤード、伸びるか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 。ナイスパーです。ルマ選手グリーンは熟知しているはずです。なるか、一番のボギーを取り戻せるか。フックラインを打ち切れませんでした。バーディーなるか。ナイスバーディー。アップアンドダウンなるか。約1メートル50センチ。スライスしてしまいました。残念ボギーでした。さあ6番、トーナメントリーダー千葉幸選手です。左に出てしまいました。あれは正面の木がスタイミーにならないか。トップと1打差、有本カレン選手。右ラフ、このバンカーの右です。2打目ちょっとスタイミングになるんじゃないかと思います。坂井選手、これもちょっと右に出てしまいました。激しく右に出ています。アンカーの右、これは2打目スタイミングです。フェードがかかってフェアウェイ右、ナイスショットです。よいしょ。2人はちょっとボールを探しております。池トラブルです。その間に瀬賀桃香選手、残り148ヤード、ラフからちょっと沈んでいます。
綺麗に打って距離はどうか。おー、ナイスオン。止まる。止まった。ちょっと奥かな。坂井選手、残念ながらお水に入ってしまいました。150ヤード今日ピンに向かってまっすぐ飛んでいっています。おー、ナイスオン。カレン選手同様にお水に入ってしまいました。残り150ヤード今日3打目です。ちょっと右に出てしまいました。木に当たってかなりショートです。千葉選手残り135ヤード。ドローでピンの左、ちょっとオーバーしてしまいました。さあ、カレン選手是が非とも寄せたいところです。4打目になってしまいました。ボギーで抑えたい。45ヤードちょっと引っ掛けで右に入ってしまいました。瀬賀桃香選手ちょっとオーバーして残り約8ヤード。ねじ込めるか。ちょっとショートしての1メートル残ってしまいました。入るか入るか。惜しい。坂井選手パンパットです。惜しい。残念ボギーでした。張本選手是が非でも入れておきたいところです。残念ダボになってしまいました。曲がりを読みすぎて残念ボギーになってしまいました。ナイスパー。